平群神社の駐車場にいます。これから伊予ヶ岳に登ります。それでは行きましょう。がいるね。ウグイス。トウムシかと思ったら違った。よいしょ。なんか背中の荷物が。何荷物入ってるの？いつもよ。お弁当2個入ってるし。で、ここのスマホが意外と邪魔っていう。階段があるね。ヘポコバテ気味です。急に暑くなったし。暑い暑いよ。
336.6メートル到着しました。やった。さっきのがあそこだ。うん。あ、見える。ここが分岐？ここ？こっちへ行く。行こう。あ、こっちかもしれない。うん。あと20分。では行きましょう。おお。いい感じ、いい感じ。河津桜なんだ。完全にもう終わってるね。さすが一番早いやつ。そうだね、早いやつだね一番。でも緑が綺麗だよ。ああ、さすがにここでお昼にしてもいいぐらい。ここ、うん、ああもう綺麗。ちょっとだんだんが、あ、綺麗。昼ご飯です。道の駅で買ってきました。日陰に入るとちょっと寒いだけど、さっき綺麗だったよ、グリーンで。本当？見たかったな。すごい綺麗。飛んでる時見えた。なんか見つけた時は、木の向こう側にちょっと隠れ気味で、うまく風のタイミングで枝が浮いたら取れるなと思って、ちょっと構えて待ってたんだけど、なかなか向いてこなかった。ウグイスがいっぱいいるわ。うん。
乗ってきた、うん、風が強くなってきた こっち側強いね強いね、うん、全然違う海の方面だから、うん、あ、撮ってんの？撮ってんの？撮ってるよ下山してます風が強いですって思うぐらい急？結構急だね岳から下山してきました今日はもう一泊千葉で泊まってそれから明日のこぎり山に登る予定なのでまたその時までお疲れ様でしたそれではまた